はい、皆さんチュースというわけでね、今回も変な大冒険へいらっしゃいます。というわけでね、まあ随分贅沢な、カーペットみたいな、なんというかね、せっかくまあ26個買って綺麗に開けた箱ということで、まあ今回ちょっとねカーペットとして使わせていただきます。ワイルドワイバーンのランブーロックカーペットね、もうみんな全部空だからね。はい、というわけで早速ねドレインファブニルやっていきたいと思います。やるというか開封というかね、それでは早速開けていきましょう。でてれてててててれて、もうね、もうこれ撮ってるのはもういろいろ遊び尽くして俺がぼっちになって今地味に一人寂しく撮ってます。はい、もうみんなで遊び終わった後ですね、これは。はい、いやー、まあね、明日からもう何、またバトル動画復活しますので、お楽しみにしていてください。2対2なのでね、いろいろトーナメント戦だのいろいろやってますんでね。よっしゃ、おお、かっこいいね。いや、もうかっこよすぎる、すっげえかっけえな、なんだこれで、これが入ってると。ぶっちゃけこれいらないよね、言っちゃうとね。使わねえもんぶっちゃけみんな使わないだろ、本当に超初心者じゃない限り使わないよね。てかむしろそのランチャーに慣れちゃったら他のランチャー使えなくなっちゃうと思うし、だから初心者でもおすすめしない、普通に他の買いなっていうかな。なんでドライバーだけちょっとなんか仲間外れみたいな扱いになってんだよでこちらがね、バネを利用したということでね。あーなんかあれだね、まあ軸先がへこむと、100均にあるなんか人を刺しても知らないナイフみたいなあるじゃん、へこむやつ、あれみたいな感じです例えが悪いまあね、これバルキリーの余ってたんでちょっとつけます。みんな余ってるよね多分ね、本買ったりしてるからね。でちなみにロックのカツ、軽いな、どうしたろう、このロックはあれだね、なんだっけ、サイキックファントムかな、サイキックファントム と、似たようなロックの硬さですね。でまあこんな感じ。あ、ちなみにこれはつけちゃってるんでね、普通はない状態です。素晴らしいね。俺これシールつけない方がいいかな。いやでもつけた方が、いやでもね、金が隠れちゃうんだよね、だってせっかく金龍って書いてあるんだからね。はい、というわけでじゃ あちなみにですね、これを開封してまあバトルさせるもよしなんですけれども、ですね、まあこれを開封する前に、俺が開封する前にもうベイバトルしたって言ったじゃないですか。でドレインファブニルと僕戦ったんですけれども、ドレインファブニルちょっとね、ワイルドワイバーンじゃなくて、トルネードワイバーンにめっちゃ相性悪くて、ポコポコ負けます。はい、結構な確率で負けます、この、ファブ兄さん。このファブ兄さんは、トルネードワイバーンに対しては有効的ではありません。あと、左回転の、ロストロンギヌス相手だと、そこまで発揮してくれません。回転を吸収できないから、あとロックの硬さが、ロンギヌスに負けて結構ねやられるというのがありました。これは実戦で経験したので、間違いないと思います。だからこいつを使う場合は、右回転のベイ専門で、しかもトルネードワイバーンや、クライスサタン以外の相手だったらこいつは有効的だと思います。あとロストロンギヌスはとても弱いです。はい、こいつは負けます、ほとんどまあ吸収できないからね。まあまあ一回回しますか。でこいつ左回転だから、左回転のランチャーどこだい、左回転のランチャーあった、やばいな、もう俺の家がゴミだらけもう前回の動画見てる人なら分かると思うんだけどね、ちょっと上から落としてみようか。
痛っ いや、バウンドすんのかなって思って、ちょっともう一回やるね。ここにバウンドしたっていうね。ここにバウンドしたっていうね。なんかこれってさ、叩きつけいけんのかな。あ、いけるね。こうやってドンって叩きつけてバウンドさせるのはありですね。ダンクシュートってやつだな。ダンクシュート、お、かっこいいじゃん。だってそれも全て吸収するから、ヘリコプターみたいな音ですね。いや、いいね。こいつはちょっとダンクシュートかっこいいかもしれないですね。だって勢いつくからね、あの助走がつきますんで、助走がつくからその分ベイの威力も上がる。最初のワンタッチが多分すごい威力になると思う。おお、でもこれ結構難しいぞ、なかなか。やめて、トルネードワイバーンのランプが。せっかくいい箱なのにね。今回の箱なんか背景が白でかっこいいですよね。おお、かっこいいかっこいい。上からドン、上からドン。俺専用じゃんこれ。昔から俺の実況動画を見ている方ならわかると思うんですけれども、上からドンと言ったら僕ですから。ね、詳しくは僕の実況の、フォーオーナーをご覧いただきたいと思いますので、よければ見てください。じゃあね、早速こいつがロストロンギヌスにどれほど対抗できるか一回試すか。ちなみに俺のカスタムこんな感じね。じゃあロストロンギヌス最初に打ちます。ファブにいる、多分負けると思うんだよね。3、2、1、ゴー。ウィケルトン。弾かれた、普通に弾かれた。もう一回やってみよう。よいしょ、まだまだいくよ。3、2、1、ゴー。いいね、上からドンできるぞ。ウィケルトン。おお、なんだ今の。なんだ。なんか普通に勝ったし。なんか上からドンが良かったんだろうね、後出しだし。なんかどっか当たったんだろうね。いやー、まあまあ勝てるね。全言撤回じゃないか。トルネードバイバーね、僕ね、あの前回の動画見てくれてる人だと分かると思うんですけれど、トルネードバイバー僕まだゲットしてないので、ヨッシーとカズキとミッキーが出しただけで僕が持っていないので、対戦できません、すいません。うん、その代わりに他何か戦おうするか、まあ、もう一回じゃあしっかり上からドンせずに普通にやりましょうかね。うん、そんな。ごめんね。3、2、1、ゴー。おお、すげえ跳ねる。うお、すげえ。おお、これグラビティつけたら多分結構ボヨンボヨンになるね。あ、なんか普通に勝つんだけど。あれ、なんだろう、このカスタムがいいのかな。デフォが強いのかな。これいいっすね、とてもいいです。いやー、いいっすね。お、しかもロックの硬さでも、硬さっていうかロックの緩みでも勝ちました、ね、いや、うん、普通に強かった。以上。